演舞開演。どうも、本日はこちらおもつベーカリーというメーカーさんのメロンパンを食べてみたいと思います。保存料無添加なのでずっと美味しい。この辺ちょっとここに書いてありますね、本当にそうなのかなと思いますが、こういう風に思うとちょっといい、ちょっと不審な痛みがあるのかな。でも3日間熟成発酵というのは面白いですね。パネトーネ種という種工房を3日間熟成させることでこれを表面しているようになります。メロンパンですけどメロン入ってませんよね。これ入ってたらはぁ、あ、よかった。ではいただきます。いや、むしろ入ってられたら困るんです。メロンパンとして考えると上の部分はちょっとしっとりしすぎていて、下の生地と一体化しすぎてあまり存在感を感じられなかったので、メロンパンの特徴であるクッキー生地の食感を味わうことができなかったのがちょっと残念でしたね。ただほんのりミルク風味と書いてありますね。ミルクパンとしては口の中にまろやかに風味が広がって美味しく食べることができました。あとはもうちょっとクッキー生地を自宅で焼いたりしたらもっと良かったのかな。でもそういうのは書いておいてほしいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。それでは元旦に兵士夢見る平和かな、兵士が平和を願う、そんな年の明け、いいですね。いや、よくないか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武ね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。